広場で行こうかな。ふれあい広場で食べようかな。あ、商売始まってんねん、商売。なんか売っとんで、俺。今日は話で売っとんで、俺。たこ焼きだから、あの西成警察行って、あのたこ焼き食べれる公園どこですかって聞こうと思ってたこ焼き食べれる公園どこにありますって聞こうかな思って。ここに公園あんねんけど、広場もあんねんけど、あっちゃこっちゃに。あえて西成警察行って聞こうかなと思って。もうそれぐらいやっていかんと、それぐらいやっていかんと閲覧拾われへんよ。あ、でもあの888ナンバーの車消えてた。かっちゃん一人なんだ。暑いわ。で、食べてもう一回買いに行こうか。食べてもう一回買いに行こうか。あ、職員さんいらっしゃい。300円のたこ焼きだけ買うてきたで。ちょうど100円玉3つあってん。300円だけ買うてきた。飲んでくる？じゃあお金ないもんだって。じゃあ、 あのテーブルないじゃん、そこ。ほんで、あの飲めるんすよここでとか言いながら、テーブルもいつも何もないねんけどみたいな。ええ、いや出すんすよ。え、土日とか。いや土日は別の商売やってます。なんなん土日は別の商売って。どういうこと？一人やのにテーブル出してって言うの。いや、あのふざとぼけて、え、立ち飲みって聞いてんけど、いや、テーブル出すんですよ。え、カリちゃんの配信って配信履歴残ってんの、いつも。俺、声だけ出演できたで。絶対声だけ入ってんで。え、って言ってたもん。え、って言ってたもん。ちょっとこのお姉さんに聞こうかな。ほならな。すみません、この辺で座って何か食べれるとこってないですか。座って食べれるとこ、ここ。いや、違うね、もう食べ物持ってんねんけど。公園。どこにあります？三角公園やったらあっち。あっち？あっちにも、そこ、すぐ、警察公園だ、すぐ左にここに公園ある。あ、ここに公園あります。え、ベンチみたいなのあります？ベンチってか、なんか鍵になってて、石段みたいな。ああ、あるし。ここのお店の人？ここの店です。何屋さん？これ飲まれへんよ。あ、お酒も置いてます。あ、置いてんねん。どんなの置いてんの？お酒は、チューハイとか、瓶ビール、生ビールと、焼酎、ハイボールと。え、メインメニュー何？ここ、こっちはうどんやね。こっちは、こっちはって何？あ、もう一個あるの？一緒なんですよ。あー、あ、同じやってはんねんや。同じ。明日ちょっと長崎から人気張るから、まあ、あれやったら。ありがとう。明日ビンさんここ来ようか。ここで食べてけって言われる。そういう意味じゃなかったんけど、食べれる公園聞いただけやってんけど、そこのうどん屋の娘っていうかお姉ちゃんっていうかで、隣のカラオケやってる汚い公園やな、これ。ほんでここで食えてか。え、ここで食えって言ってんの？え、マジで売ってる？マジで売ってる？あ、チャリンコは入ってあかん感じ、これ。チャリンコは入ってあかん。入ってるやん。え、なんでやねん。ヤングマガジン、ヤングマガジンの、乃木坂の表紙のヤングマガジン。ちょ、コロナ、石段ってどれのこと言ってんのよ、石段。影になって石段ってあれのこと言ってんの。あんなとこで壊れへんこんなとこで食えっちゅってんの。マジで言うてる、あのお姉ちゃん。
怖いこと言うな、あの、ここは違うやろ、ここは違うやろ、ここは違うやろ、ここは違う。あのんちゃんめちゃくちゃいい女。よし、立ち飲み何本ぐらいやな。別にあの可愛いお姉ちゃんじゃなかったけど、最後のお姉ちゃんやったけど、あ、そう、適当に言うといたけど、臭いわこの辺。ちょ、こんなとこで飯食われへん、マジ。どっか座って食えるとこないんかな。ちょ、マジやばいわ、座って食えるとこないんかな。あ、これあれやん、100円のラーメン、100円のラーメン。どつかれる下半身。なんでや、どういうこと、雇われたんや。あれでも、あの、土日別の商売やってる言ったから、あの、手伝ってくれる人は欲しいんちゃう。手伝ってくれる人は募集してたような気がするんだけど、もうやめたのか。臭くない公園ないかな、この辺。これ、あの、大黒町のマンション戻って食うた方がええような気してきた。これ大黒町のマンションの中で食うた方がええような気してきた。でも明日来たら たこ焼きの匂いプンプンするから、もうそれはやめとくわ。どこで食べよう、マジで。そうなん、土日の商売ってふわっちのことなん。ちょ、聞いてみてや、あの、カリちゃんの中で。さっきなんか土日別の商売してるって言ってたけど、何の商売って。まんままやわ、あの、配信のまんまやわ。しゃべるだから、あの、なんやろな、3割か7割ぐらいテレアで、で、半分コミショで、でも、なんやろな、短期で気は強いんやろな。あ、でも気は弱いんかな。気は弱いから、気が弱いから、なんかこう、なんかその、何、力でねじ伏せるぞ俺はみたいな、そういうキャラだから、頑張って体鍛えたぞ俺みたいな。メガホンの声です。ちょ、これ公園ないとマジで食えないわ。ちょ、やばいな。しかも俺これ花北のまだ南側におるから、大黒町も遠いしな。どこで食おうかな、たこ焼き。たこ焼き買うたはええけど、冷めてまうねんけど、マジで。6個、ちょっと熱いうちに食べておきたいな。ちゃんとここ熱くないっすかって聞いたってんけど、今宮高校の子買いに来ますって言ったら、いや、まだここ商売そんなしてへんからって言ったけど、どういうあれか知らんけど、どういう言い訳か知らんけど、言い訳するのか知らんけど。大歓迎、福祉、留学生、外国人。どこで食べようかな。戻ってきてもてん、たこ焼き。たこ焼き戻ってきてもてん。あ、花園のマンションで食べてもいいけどな、あいつに見えるとこれ。お姉ちゃんもこれ面倒くさいしな。おかしいや、おかしいや。帰ってきてもらって。残ってるんだ、これ。
もう一回買いに行く。もう一回買いに行く。ちょっとお腹空いたんでたこ焼き買いに来ました。言って、もう一回買いに行く。まあ食べてもないな。お腹空いたんでもう一皿もらえますか。意味が分かんない。あ、来た来た。警察車両来た。ここヤクザの事務所があるから、いつも警察車両がいっぱいで止まってんだけど。ヤクザの事務所があるから。警察車両。ヤクザの目の前で演奏してるのになっちゃう。パトカーの目の前で演奏してるの。見つかるやんけ。あんまり近くから見つかるから近寄らん。メガホンアザス。じゃあもうほんま食べやんと感想言われへんから、ここら辺で食べるわな。この辺で食べるわな。ちょ、100円の自販機の前行きたかったんけど、車来た方が行かれへんかった。死ねやな。ヤクザかなんか知らんけど、殺すわ。殺すわ、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 殺すわ。あ、やばい、信号変わる。じゃあ、たこ焼き食べます。もう食べます。食レポしますよ、食レポ。今何分？あ、まだ15分。たこ焼き食べよう。じゃあ、かりちゃんのたこ焼きをね、かりちゃんの配信を見ながら食べよう。かりちゃんのたこ焼きをかりちゃんの配信を見ながら食べるわ。ここやっぱ座って食べなあかんわ。大黒町のマンション行こうかな。でももう時間ないし、風強いよ。ここ道路沿いすぎて風強い。ちょっと移動するわ。やっぱ国道沿いでたこ焼き食べたらあかんわ。でも臭いの嫌やから、ちょっとどっか入るわ。お前臭いじゃん。マスクつけとかんと歩かれへん。こんなとこなんでや。次すれ違ったお姉ちゃんとたこ焼き食べに行けへんか。
宮法務局の跡地が、ああでもあそこ住宅地になってたな、公園の先やなこの辺、そらそこにでも現れるからな、臭いねマジやほんまにこの辺の公園マジ勘弁してほしいな。え？それその理由で大阪怖いってどういうことですか？そんな理由？ちなみに俺ちゃん今日さっきからずっとチャリンコ乗りながら左手の人差し指で左手の鼻の穴ほじってんねんけど、鼻くそポイポイしてんねんけど、さっきからずっとポイ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 って、うん、なんか公園で1個もないな、公園1個もないな、マジかよ、公園がないわ、公園がないから、チューハイはあかんやろ、そうなかなか食べられへんやろ、風強いし、風のないとこ行こう思って、言わんかったよかった、いらんこと言わんかったよかった。あ、ここが今宮高校やわ、あっち今宮工業高校やわ、かりちゃんちあのたこ焼き屋のところ、知ったかしてもって言うたけど、今宮高校の子を買いに来ますって聞いてもだけど、今宮工業高校やわ、目のハミツァです、中学校、旧中学校で食べさせてくれへんかな、どっか座られるとこないかな、言いに行く、たこ焼き買いに行く、もっかい買いに行く、暇やし、何回でも買いに行く、ちょっとめっちゃやばいな、暇やな、PL 学園っぽいずっとスロットだけしてるんですよ、食うとこねえなマジで、公園がねえなマジで、あ冷めてるわもう絶対こうたこ焼き、え、そうあのジャグラー5ゲームでビッグ引いて連チャンしてで11ペカなえビッグ7じゃビッグ8レギュラー4 12ペカぐらいしたけど マジでプロではないですけどね、見計らって買いに行く、見計らって買いに行く、なんかあとなんかでも一皿分減ってたやろ、食べたんか何したんか知らん、売れたんか知らん、減ってるわ、あんな儲かれへんでな、300円一皿300円売れても鉄板1枚分焼いてたら全然儲かれへん、マジで片付けてんの、え5時までやってる、売ったんちゃうの、5時までやってる言ったんちゃうの、今日5時まで、5時までの、なんで5時までかもわからんけど、なんで5時で閉めんの、普通5時からじゃない、ここに公園あった、あ公園発見した、いろんなとこに公園発見したわ、西成価格とは、西成価格は高いんじゃない、うん、暑いなこれ、ここしかないな、
ここでもなんか人がなんか物置いてるから食べられへん。6個やで、6個しか入ってないで。これ日陰では向こうでチャリンコで食うわ。まあ、ちょっと大きめやけどな、大きめのやけど、高いか安いかで言うたら西成価格の中では高い方かもしれない。これ250円で言うと、まあでもカリちゃんプレミアムもついてんちゃうしやんけど。うわ、もうたこ焼きなくなってるやん。なんで食べたん？じゃあたこ焼き食べますよ。カリちゃんのたこ焼き食べますよ。ちゃんと袋にも入って、マヨもソース。熱いわ、めっちゃ熱い。熱っ熱っ熱っ、もたれへん、熱っ、うん、これで300円。なかなかついてるし、ほんとこれ箸に。なんか焼いてない？なんか焼いてない？じゃあカリちゃんのたこ焼き食べますよ。あ、シャメ取っとこう。カリちゃんのたこ焼き、カリちゃんのたこ焼き、シャメ取っとこう。ツイッターにあげなきゃ。あ、ウーバーのお仕事、ウーバーで注文来たからそれ用で焼いてる。ちゃんと輪ゴムもして。あ、電池なくなるって、やばいやばい。ずっと流れてない、固まってるやろ。120人見てんのになんとかエミリの枠に似てない、うん、まあ、あっちは不人気なだけでアンチコメは流れてるけど、カリちゃんの枠人気やのにコメント流れないんだけど。うちの枠の方がコメント流れてんじゃん。じゃあたこ焼き食べるよ。ここまず行ってみますね。熱そうやな、めっちゃ熱いの。この船に乗ってるから全然冷めへんわ。これ大きさ、これほら大きいやろ、わかる大きさ。うーちゃんも聞いた米の意味がわからん。よかった、ちゃんとタコ入ってたわ。あー、関西だし。あ、そっちね、キラーコメントじゃないのね。あの関西のだしが効いてるたこ焼きやから、ソースなしでも食べれるかもしれん、これ。いや、塩味っていうのはそういうことやと思う。俺ちゃんソースが好きやから、ソースって言ったけど、うん、これね、タコがうまいとかそういうんじゃなくて、あの液体がうまいわ、液体が。さっきおいちゃんがたこ焼き買ってから全然流れてないコメント。家のたこ焼きはね、いっぱい作りすぎるから最後なんか飽きてきて
なんか美味しさが損なわれてしまうのよね、前半は美味しくても。そこはちょっとあれかな、違うとこかな。それはね、うん、ちょっとね、タコは小さいわ。まずくはないよ、うん、どう言ったんやろ。ソースをつけるたこ焼きではない感じ。もともとに味が染みてる、ついてるから、逆にソース塗らん方がいいかもしれん。おもちゃのラーメンのお好み焼きもたこ焼きもソースたっぷり早いから、ソース絶対やけど、ソース絶対主義者やけど、あ、蒸し豚行く？今たこ焼きタコ入ってなかったんけど小さすぎてわからんかったのか、タコ入ってへんかったけど、うん、逆に最後の一個はでっかいタコが入ってた、足の部分が。ということで、カイちゃんのね、たこ焼き、完食です。ごちそうさまでした。で食べ終わったけど、次はこれ蒸し豚行くの、それともたこ焼きもう一回買いに行くの？コージンです。たこ焼き食べたけどまだお腹が空いてていくらでも食べれる感じ。さあ、で次回のコージンはたこ焼きもう一回買いに行く、それとも飲みに行く、それとも蒸し豚の3本です。てーれれてててれてれれれってじゃんけんぽん、うふふふふ。コージンチャンネルはサントリーとニトリの提供でお送りいたしました。